号砲鳴って選抜競争第4レーススタートです。スタート1回持っている8番車柿水康則選手がポンと S を取って間もなく先頭に追いつくようです。6番の多田明則が前から2番手、ここはまず中四国勢が前でラインを作るようです。車間を詰めて1番相川英吾、外は4番伊早坂修一、こちらは関東勢が3番手4番手この位置から初手は組み立てていきます。注目3番竹内優作は中段真ん中の5番手から組み立てまして、ここは中部3人です。番手3番手が愛知の2人、7番車水谷義和、5番吉田圭司が3番手固めます。従いまして南関東の2人が8、9番手後ろ攻め、2番車菅原大也、マーク9番落合達彦です。2周目に入りました。並びは2対2対3対に完成しております。6番の多田が正攻法です。1次予選は短期戦でしたが堀内との3番打数に敗れて9着に割っています。バック4本持っています。8番の柿水康則が今日は多田に目標を絞りました。中四国の2人です。1次予選はまくりきれず大敗でした。4番の伊早坂俊一、番手は1番の相川英吾、1次予選は笠松マークの一戦でした。3番の竹内優作、このメンバーの中ではただ一人 S 級一般各力上位、負けられない戦いです。1次予選ジャン前から先行しましたが滝山の幕に屈しました。3周目に入ります。番手7番の水谷は1次予選は横関マークの一戦、5番の吉田健一が今日は中部3番で固めました。8番手後ろ攻め、2番車菅原大也、1次予選うまく橋本智明を番手に入ったんですが悔しい結果の9着でありました。気持ちを切り替えての今日からの3日間、番手9番の落合達彦、1次予選は同地区同期の飯田健二マークの一戦でした。残り2周半から 南関東2人動いた。2番菅原、9番落合のコンビが本戦の中部勢竹内優作ラインを蓋をするも、3周4コーナー竹内優作7番で下げ切った。そして前の方に目を転じますと4番の伊早坂が多田ラインを抑えに行きます。残り2周です。6番の多田が下げて3番でも追い上げて2番車の菅原、6番の多田、ここは3番手取り合う展開で並走状況、それを動きを3番竹内、7番手打勝です。結局3番手は2番の菅原取り切った。これを一気に3番の竹内優作がかまし先方に出てくる。かまし切れるかどうか。ライン3番手5番吉田源氏は離れちまった。前は竹内、7番の水谷、2人はできった。かまされた2番車の菅原がここは3番手、いや1番の相川が切り返し3番作って取り切った。足を貯めて7番手が6番、ただ8番鍵む中四国での反撃も多田の幕にも中段で力つきました。3番取り切った相川が徐々に追い詰め、5番手が2番菅原外に持ち出してくる。4コーナーが直線だ。3番竹内かまし先行、3番手が1番相川ズバッと追い込んだ。379と2着以降4着際どい。審判からの決定をお待ちください。2着以降4人、これは判別分かりません。伊早坂マークから切り替えて3番手から追い込んだ相川英吾選手、先着の模様も2着以降リプレイ確認いたします。内中外4人が殺到しています。どうでしょうか。2着争いです。2着争いでどうでしょうか。体勢は3番車の竹内選手が2着粘って1番3番か、その後7番2番のこの両者の3着の推移はどうでしょうか。この後の審判の決定放送どうぞお待ちください。選抜競争4レースをお伝えしました。